2月下旬から3月上旬の菜園の様子をお伝えします。2月18日の状況です。この時期の新潟は雪が残っていてもおかしくない状況ですが、雪が溶けたので畑仕事を開始しました。玉ねぎの状況です。玉ねぎに化成肥料の追肥をしました。いつも散歩しているおじさんが、早く肥料をやらないと大きくならないぞと言われ、慌てて追肥をしました。ニンニクの状況です。ニンニクにも化成肥料の追肥をしました。トウナの状況です。スナックエンドウとサヤエンドウの状況です。そら豆の状況です。栗の状況です。栗の芽も膨らんできたように感じます。栗の木にトラサイド A を散布し、害虫処理を行いました。ブドウの状況です。ブドウにもトラサイド A を散布し、害虫処理を行いました。ブドウは2、3月の害虫処理の動画を投稿していますので見てください。リンクをコメントに貼り付けておきたいと思います。3月4日、もみ殻と米ぬか、筋力アップを入れて耕しました。翌日、3月5日、じゃがいもの植え付けのため、畝立てを行いました。近々、じゃがいも植え付け動画を投稿しようと思います。3月5日、玉ねぎの状況です。小さいですが、冬の寒さを乗り越えてくれたと思っています。雑草が生えていたので、抜き取ります。ニンニクの状況です。右側がジャンボニンニクで、左側の少し小さいものがホワイトロッペンです。トウナの状況です。トウナにも化学肥料の追肥を行いました。スナックエンドウとサヤエンドウの状況です。そら豆の状況です。ブドウの状況です。苞芽促進剤のメリット青を塗布しました。栗の状況です。栗にも苞芽促進剤のメリット青を塗布しました。3月11日の状況になります。玉ねぎの状況です。雪で倒れていましたが、立ち上がってきました。この後、ダコニール栓で消毒を行いました。ニンニクの状況です。ニンニクも倒れていましたが、起き上がり、茎もしっかりしてきました。
玉ねぎと同様にこの後ダコニール栓で消毒しました。トーナの状況です。元気になってきました。まだ遠立ちはしていません。スナックエンドウとサヤエンドウの状況です。不織布のベタ掛けをしていましたが、大きくなってきたためトンネルに変更したいと思います。そら豆の状況です。そら豆も雪で潰れたトンネルを立て直しました。白菜になります。白菜が遠立ちしました。トウナとして収穫し食べたいと思います。栗の状況です。栗のつぼみが毎週膨らんできているようにも感じます。ブドウの状況です。ブドウも2年目になり、手入れ方法が変わると思いますが、変化の状況を毎月お伝えしたいと思います。栗や野菜の状況もお伝えします。また見てください。チャンネル登録お願いいたします。